ロフトは、平野優が代表を務める株式会社ロフトプロジェクトが運営する日本のライブハウス。旧セゾングループの雑貨店、ロフトとは全く関係ない。ロフトプロジェクト代表の平野優は、1944年、東京を生まれ。大学時代に震災翼運動にはまり、大学中退後に優勢賞に入賞、震災翼系労働運動に従事し、逮捕歴3回。 1970年に郵政省を辞める。1971年にジャズ喫茶、カラス山ロフトを開店。その後、ロックフォーク系のライブハウスとして、西小木久保ロフト、小木久保ロフト、下北沢ロフト、新宿ロフトをオープン。1980年には、ロック居酒屋、自由が丘ロフトも開業したほか、レコードレーベルなども立ち上げたが、 1982年に新宿ロフトのみの経営となる。5年間で100カ国を旅し、ドミニカ共和国で市民権を獲得し、1987年に日本食レストランと貿易会社を設立。1990年の大阪花博ではドミニカ政府代表代理ドミニカ館館長を務める。1991年に下北沢シェルターをにオープン。 1992年にドミニカから撤退して帰国。1995年にトークライブハウス、ロフトプラスワンをオープン。アメリカ人の日本研究者、ヘンリー・パイク・ブイの孫である、平野レミはいとこに当たる。ネイキッド・ロフト・アサガヤ、ロフト、A ・ロフト・旧渋谷1991年10月、下北沢にオープンしたライブハウス。所在地は、 世田谷区北沢2の六のセンダビル b 1ネイキッドロフト。2004年にオープンした新宿区、100人朝食安通り沿いのトークライブハウス。最寄り駅は、新宿ロフト、プラスワンと同じ西部新宿駅だが、正面口ではなく、北口方面に位置する。約50席。イベントによっては通り沿いの壁を取り払うことも可能。2020年12月31日。 移転を前提としたリニューアルのため一旦営業を終了した。阿佐ヶ谷ロフト A。2008年、杉並区阿佐ヶ谷南にオープンした、バーホール併設のトークライブハウス。阿佐ヶ谷駅前商店街、阿佐ヶ谷パールセンターの中にある。プラスワンより狭く、ネイキッドよりは収容力がある。2014年、大阪南にオープンした、関西発のトークライブハウス。 2016年オープン。渋谷、円山町のトークライブハウス。ロフトの名前を関する9番目のライブハウスということで名付けられた。ユーロスペースなどが入居する木のハウス1階。イベントがない時間はカフェバーとして運営。約150席。シネマ Q2019 年1月28日にオープンしたミニシアター。平日ピルマにイベントスペースにて、 インディーズ映画を週替わりで特集上映する。長編、短編問わず入場料は500円。プロデューサーは映画活動家の松崎誠。40から65席。2018年3月、新宿、歌舞伎町にオープン。1970年代ロックをテーマとした、喫茶、居酒屋。オーディオスピーカーは1階が、スタジオモニター KRK の V8S4。 2階の爆音ルームがスタジオモニターアダムオーディオの S3H を設置、サウンドにこだわった店舗。ロフトプロジェクトのグループ会社である有限会社ルーフトップはロフトプロジェクト内のメディア事業を展開する。ありがとうございます。